おはようございます。アレンシアに来てきました。3週間目ということで、セルフネイル専門アドバイザーの里江です。今日は、1ヶ月ぶりかなにちょっとトレーニングをしてきました。コンドミニアムでマレーシアは結構ジムとかプールとかあるお家が多いので、そこでね、ちょっとしてきたんですが、1ヶ月ね、もうドタバタ日本の家を9割断捨離して、で、それからまたちょっとだけ移動してお家を探すのを2、3週間してたんですよね。なのでマレーシア着いてからはエアビーで住んでました。だからずーっとトランクをね、すごい大きい、もう10パック用やったかな、のトランクと、もう一つ、大きいトランクと、一つ、子供用のトランク、三つと、バックパック二人で一つずつと、あと手提げが三つとかになったかな、ぐらいの感じで引っ越しました。で、日本から送る荷物は、段ボールを2箱用意してたんですけど、今、大体3週間目にして、もう別にいらんかなーっていう風に思ってきて送るか迷ってます。実際、何でも売ってるから、困ることはないなと思って、私もネットで調べてね、いろいろ何が必要かと思って、歯ブラシをまず2、30本持ってきたんです。あと、子供用の歯磨き粉と、あと、靴がね、なんか子供用のものが、なかなかサイズが合わへんっていう風にネットで見たので、その情報で息子の靴を2サイズのものを一つずつ持ってきて、あとは何よけ？ちょっと今トレーニング終わりですごい汗かいてますが。ダニよけのね、なんかベッドに敷くシートと、チェストに入れるダニのものを持ってきたりとか、あと日本のお薬、風邪薬を持ってきて、結果何が必要やったかというと、使ってないけど安心材料としてお薬、子供がすごいね、落ち着いてからすぐに歯に噛まれて、うわーって噛まれるみたいに腫れちゃったんですよ。で、その時にお薬持ってきてよかったな。っていう感覚でした。あとはダニシートとかも結局売ってったりとか、ダニのね、こう、掃除機も売ってます。で、すごい迫力のものが、だいたい5000円ぐらいで私は買ったんですけど、2000円ぐらいからあるけど、同じ、こうね、使えるものならっていうことで、でも5000円ぐらいでね、買えたので、すごく安いです。で、ドライヤーもね、よくなんか日本から持ってきはる人とかもいるんですけど、フィリップスのちょっと髪の毛がツヤっとなるイオンのものとかも売ってます。で、今日2日目、息子がね、学校に行って2日目です。昨日から小学校が始まって、今日2日目で、で、住んでるところと、まさかの学校が高速に乗って2、30分かかるっていうことを、3、4日前に知ったんですね。知らなくて、学校がおすすめのコンドミニアムだよっていうことで、コンドミニアムを借りたんですけど、まさかの2、30分高速にスクールバスに乗る。スクールバスがびっくりするぐらい高いことを知りました。一歩前。で、まあでもね、グラブで毎日行くのも大変やし、スクールバスの方がノンストレスだよということで、それを選んだんですが、今日から、昨日は一緒にちょっとオリエンテーションという形で息子の学校に私も行っていて、で、今日からは一人で、もう貸し切りの大きなバスに運転手さんの助手席に乗って一緒に朝から行きました。で、学校はどうやったかっていうと、もう一日目、日本人が誰一人いない学校なんですね。なので、もう、すっごいいっぱい日本語を喋るけど、喋れへん空間で一日過ごすとどうなるかな。朝の8時半から夕方の3時ぐらい、お昼の3時ぐらいまでね、もう一日あったので、どうなるかなと思って心配すぎて、私も近くのカフェで待つっていうことを。で、もうなんか過保護ながらしてしまったけど、結果、待っててよかったなと思ってまして、そこでね、なんかいろいろブラブラその街並みを知ったりとか、どんな人が住んでるんやろうとか、どんな空間なんやろうっていうのを知れたからよかったなと思うんですけど、私が逆に1時間カフェを探すのにそんなよかったっていう感じで、息子自体はすごく楽しんで帰ってきまして、もともとね、なんかマレーシアには行くよねって相談してきたんですけど、その中でも日本が好きみたいな、日本語が好きっていうね、すごいおしゃべりです。日本も大好きなんですよ。ってなった時に、なんか英語を保育園の方でも教えてもらってたけど、なんか学ばなければいけないみたいな感覚がね、やっぱ大人もあるように嫌なんですよね、子供。だから、本当やったら、このマレーシアに来るまでに英語を勉強してっていう風にしなかったのかもしれません、親として。でも、それを私はしなかったです。なんでかというと、息子を死にた。ここについて自分がやらなあかんっていう環境になったら、やるやろうと思って、
しなさいっていうことを言わなかったんですよね。でも何をしたかというと、ドラえもんのね、日本語で書いてある英語ルールっていう本をちょっと置いといたんですよ。そしたらそれを毎日のように楽しんで読んでくれてて、ちょっとこう意味が分かってきた。で、あとはたまにね、YouTube はあんまり見ないお家ではあるんですけど、たまにその YouTube を英語の本をつけて気に入ったものをチョイスして選んだりとか、こっちについて Airbnb とかで YouTube 見るのも、できるだけ英語のマイクラとか、カービィとかマリオとかをつけたら、別に分からなくても聞けるしねっていう感じでしてたんですけど、まあ、まだもうっていう意欲は彼にはなかったんですね。でも、昨日学校に行ったら、ちょっと英語が先生と喋れたとか、もう英語が大好きみたいになって1日で乗りました。で、昨日帰ってからも一緒に英語なんかちょっと勉強したりとか、なんかママに教えてあげるねみたいな感じで、なんかスイッチが入ったのかな、わかんないですけどね、まだ1日目やから、まあ1週間2週間経ってどうなるかわかんないですけど、なんかすごく楽しく行きました。で、今日もバスに乗って、わーめちゃくちゃ楽しそうに朝して自ら起きて出たんですけど、やっぱり2、30分一人でバスに乗るっていうのはちょっと抵抗があるみたいで、あー嫌やなーって言って乗った瞬間、めっちゃ笑顔で、いってらっしゃいって言って、行ってきますみたいな感じで言ってくれました。だからね、なんかちょっと気持ちはいろいろ出てくるかもしれないけど、その場その場で対応できるっていうのって、本当にこの移住のいいところやなと感じてまして、ただ、一つだけすごい難しい問題があって、ご飯がインターナショナルスクールなんですけど、まあちょっとマレーシアの味やったりとか、日本に馴染みのないジャスミンライスなんですよね。もうそれがすごい独特やったみたいで、で、一回マレーシアに遊びに来た時も、そのライスがきっかけでご飯を食べなくなっちゃって、一週間ぐらいいたんですけど、ああ、ちょっとご飯苦手みたいになって、で、学校でも昨日ジャスミンライスでどうやったって言ったら、完食したということで、もう本当頑張ってるなと思ったんですけど、でも本当に無理して完食して、スープの独特な味で、でも残さず食べたよって言っていて、それがね、昨日の夜の、あ、ジャスミンライス嫌やな、嫌やな、嫌やなっていう、独特やな、独特やなっていうのを言ってて、朝起きてもそれを言ってて、で、今日もジャスミンライスなんですよね、メニューを見てたら。なので、そこの壁がちょっとね、慣れるまでっていうところです。で、あとなんか学校によっては、給食とお弁当が選べるところがあるんですけど、うちはもう結構ね、給食にしてくださいみたいな、感じです。で、ただなんかクラッカーとかを持ってきてる子がいるよっていうのを聞いたので、今日はちょっとね、ちっちゃいものにバナナとクラッカーみたいなのを入れて持ってってもらったんですけど、やっぱりこう日本と文化が違うとか、マレーシアって朝ごはんが学校で出たりするんですよね。で、それも私は知らなくて、朝ごはんを日本で食べて、お昼ごはん、ランチタイムを学校で食べるみたいな感覚で育っているので、あっちに行ったら8時半ぐらいに着きます。で、そこから10時ぐらいに一回ブレイクファストタイムがあって、その後にまたランチタイムがあるっていう感じで、ただまあそのブレイクファストタイムもランチタイムも、ちょっと独特なマレー系の味がするっていうことで、まあ、英語よりね、英語かご飯かどっちが慣れるのかって言ったら、まあ、わからないですけど、これから、まあ、1日目なので、進んでいこうと思ってます。で、私自身がやっぱりね、すごい英語をできないとっていうふうにちょっとプレッシャーを感じまして、もともとね、英語は2年ぐらい日本で習ってたけど、結局日本語で喋るから一切わからなくて、で、そこからなんか海外に一人旅が好きなので行ってたとはいえ、もう本当に、これくださいとか、Do you have? とか、なんか、This one? とか、Hello? ぐらいの、そんなレベルなんですよ。なので、そこが、ほんまに壁やなと思って、息子の方がもしかしたら早くね、英語できるんやろうなっていうふうに思ってるんですけど、昨日も迎え行った時に、お母さんたちが、クリアの人とかチャイニーズの人もいるので、でもやっぱ英語を喋れるから、会話が成り立ってるんですよね。けど私はその息子のジャスミンライスの相談でさえできない。で、いやここの壁があって思うので、この YouTube を通して息子のね、英語の成長とかマレーシア移住のとか、私自身も英語が本当にできないで、こっち着いてからも本当に読めないからトランスレーターしてね、2時間2倍ぐらいの時間かかるんですよ。何するにも2倍時間かかって、で、言ってはることも半分以上わからへんのに、わかるみたいな感じになってしまうっていうね、あかんやつなんですけど、そういう感じで過ご
をしたりとか、あともう読めなくって洗剤を間違ってドラム式の洗濯機がから泡が溢れるみたいな、それミステイクの洗剤だよって言われたりとか、まあいろんなことがありますが、ね、マレーシアついて3週間目で息子も高熱2回出てるっていう、まあ、学校行くドキドキっていう高熱と、あとカーアレルギーの高熱みたいなね、対応っていうのもあるなっていうふうに感じてます。ということで、マレーシアとか海外移住、東南アジアでまたアメリカとかで違うと思うんですけど、東南アジアが、ね、移住するときに何かこう参考になればと思います。そしてこのねチャンネルでは、なんか移住をねサポートというわけじゃなくて、本当にねこう基本的な成長を話していければいいなと思ってますし、皆さんのお子さんとか、なんか自分も単身海外行きたいなと思っている人たちも、まあなんとなくでも参考になっておりたいと思います。ぜひコメントとかいいねしてもらえると大変励みになります。私も本当に未知の世界でわからないことばっかりなので、よかったら教えてもらえたらと思います。ということで、また YouTube も頑張っていきます。私も行って汗が止まらないまま YouTube をしました。